今回扱うにしましょうかまあ炎ね炎をどうやって扱うのか火の用心火の用心みたいな、まあ、火をね、えー、あのー、なんか違う形に使うともや、あのー、火事になっちゃいますからね。 でも火は人間にとって必要ですし、多分まあ、久保さんが言った通り、他の動物って火をね、うまく使えないですよね。ゾウさんも火使えないし、キリンさんも火使えないし、サルさんもね、器用なんだけど、火をね、うまく使って料理を作るとか、焼くとか、多分できないですよね。いまだに。多分サルでもできないですよね。うん、ライオンもできないし、あんだけ強い、うん、髪殺せるのに、 あの火は起こせないいっていうね人間が唯一火を使えるというかね器用に使えるというかうんそれは間違いないですねただしその火を手にしたことによってあのー、ね火事で死んだ人もいるだろうし、あのー、火をつ火をこう、まあ、その火の延長線上が爆発ロケットみたいな話でもあるんですけどうん だからまあ使い方ですね。扱い方を間違えると、あのー、間違った方向に行けるし、でも扱い方を上手にすると、あのー、まあいいものが作れたりとかね、いい感じになると。まあこれ包丁もそうですよね。まあ僕は包丁が好きなんですけど、すげえどんなにすげえ切れ味のいい包丁があったとしても、使い方を間違えると、まあ人殺しもできるし、美味しい料理もできるっていう。これがなんかね、 まあ、火曜サスペンス劇場とかね、よく、まあ、包丁とかね、ナイフでこう、ズーサーっていくじゃないですか。ね、あの、竹内力の、あの、南の帝王でも、ね、子分がね、刺されてね、お大丈夫かみたいなね。まあ、これナイフもね、使い方間違えたらそうなりますし、でも、まあ、使い方をちゃんとやれば、ね、料理、ね、たんたんたたんっていい料理できるだろうし、だからね、やっぱ、扱い方って大事ですよね。扱い方をじゃあ、うまくするためには、やっぱ、日々、 切磋琢磨して練習するしか道はないかなと思いますけどねそれ以外ないと思います包丁をうまく使えるようになるためには切磋琢磨して日々練習するしかないかなと思いますねいってらっしゃい